毎日がなんとなく楽しく感じられるようになったこと、それがこっち来ていいことですね。2年ぐらい前の春頃ですかね、当時、役所で働いてたんですけども、全国転勤で、どっか落ち着いたところで、のびのびと子育て したいなと思って、移住をしたいなと思って探している時に、山梨の暮らし支援センター、有楽町にあるというのを知って、訪ねてみた。埼玉のところは地下鉄で通勤してたんですけども、今まで通勤を楽しいと思ったことは一度もなかったんですけども、こっち来て通勤するのもなんとなく楽しいし、これが春になったね。ここに鯉のぼり、そうだね、鯉のぼりがいいよね。春はすごいね。子育ての支援を特に力を入れている小菅村がいいですよと、教えていただきまして、最初は子どもの人数が少ないのがすごく不安だったんですけれども、来てみたら全部全校生徒はみんな友達みたいですし、先生が人数が少ないから勉強もしっかり見てくださるし、あとは自然体験ができるところがすごくいいです。移住にするにあたって仕事は、何か地域に貢献できるような仕事がしたいなと思ってました。そこで、ちょっと道の駅がオープンするというところで、駅長を募集しているというのを知りまして、ぜひやってみたいと思い応募しました。まだ子供も小さいので子育てに追われるような毎日なんですけれども、週に1回地元の方と籠網サークルに参加しています。もうすごく充実しています。はい。朝ごはんも夕ごはんも家族と一緒に食べるんですけど、それもなんとなく楽しいし、そういう毎日がなんとなく楽しく過ごせてるっていうのはすごいこっちに来ていいことです。お、かえり、ただいま、かえり、かえり、山梨の暮らしっていうのはすごい楽しいと思います。ぜひね、皆さんも山梨で一緒に暮らしましょう。せーの、待ってます。一緒に住もうかい。山梨県